We are Team 4L のケンです。アミカです。コノハです。ヤムシです。コタツです。アマリザです。サロです。モゴです。イエーイイエーイ。あれ何今日はね、ちょっとね、話したいことがあるんですよ。はい、うん、以前あったね、マクドか1万円企画1万円ほんまに屈辱。腹が痛かった。そう、あれはもうあれよ、あの時食後だった。俺腹が痛かった。胃腸炎だった。盲腸だった。俺たちは食える状況じゃなかったんだ。そういうことだ。そういうことだ。殺し方がない。だからテロップで全て嘘とか書いてないことを祈る。うん、っていうことで今回リベンジさせていただきますよ。そちらにあるドン出してください。リベンジケンタッキー1万円企画でございます。はい、実はちょっと1万円よりも高いですね。もうちょっと多いです。あの屈辱的なね、僕たちの負けを晴らすために今回はケンタッキーでリベンジしますよ。はい、ただの1万円企画じゃありません。1万円企画の早食い勝負です。前回体調悪かったんでしょ。今回は大丈夫ですね。元気いっぱいね。めちゃめちゃ元気。はい、めちゃめちゃあるよ。ちょっと疲れてっていうことでね、こちら実はというとですね、こちら1箱、まあバケツね、12ピース入ってます。12ピース、48なんですよ、奇跡的に。ホワイトだ。奇跡的に48ピース。はい、どちらの方が先に全て食い尽くせるか勝負しましょうよ。勝負、はい、時間も時間なんでやりましょう。お腹減ったしな。お腹減ったしね。じゃあ行きましょう。さあタイマーをセットしてくれ。早食いケンタッキー1万円企画、よースタート。うわー、行くぞ。人生初ケンタッキーだよ。やっぱね、クリスマスはケンタッキーですよ。いただきます。あ、うまっ。うまい。いただきます。いただきます。うまっ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 。ほんまにうまい時って黙るもんな。ケンタッキーみんな何ヶ月ぶり。な、おい、3ヶ月ぶりぐらい。去年こたつを食ったわ。もったちか作ったっけ。あれ、モスモスか。僕人生初めてです。おお、どうケンタッキー。めちゃくちゃ美味しい。なんかさ、ケンタッキーってさ、おじさんがめちゃくちゃ有名よ。2本目うん、はい、3本目いいね。早い早い。まだ1本も進んでないんじゃない。うん、早っ。いや、うめえわ。2本目終わりです。はい、アメリカ遅くねえか。これ大きいの食ってるんでね。結構なチキンだけで全然晩ご飯食えるような。うん、3本目終わりました。おお、4本目。早い。2本目終わりました。うん、2本目終わりました。5。これはデカいですよ。6本目終わりました。デカと見てるところ。7本目終わりです。7本目。終わらない。おとちゃん、おとない。でかい、でかいからね。でかいからだよ。あいつ遅いぞ。やばい、目を噛んだ。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。やった。めっちゃ痛い。9本目絶対負けんね。全然遅くねえか。いや、全然余裕。片方にチキンを敷いて、こっちごみ箱に。おお、天才やこの子。俺らもそうしよう。うわー、いや、俺らはあえてもう一服しかない作戦にして、うん、終わるして俺ら。16本目。16本目。これ17本目よ。はい、見てください。1個クリアになりました。やり、そのまイエーイ。うまい。15で、うん、16。あ、みたいな先に16になりました。お、なんかずっとしょっぱいの食ってた。水が甘く感じない。あ、めっちゃ分かる。水がうまいんだけど。8本目。何それ、どうすんだよな。どうすん。小田君、今日は平行がないですか。奇跡の兵、ここないですか。たぶん勝利の雄たけびで。うーってあれ、もうあんなそれでトントンにしてくる。今日はトントンにやってきれいよ。
あれ全然そうでしょ。そのまま何個目あんた16何種類目ある？26個やる。24個やる。数え間違えた。このタイミングであの虫のサービス払うぜ。YouTuber なんですね。じゃあ2個つけてきます。やばい。余裕だ。余裕って言って一番怖い。はい。何本目？これ20ですよ。20本目。ラスト太郎や。はい。早く。エアチキン食べるか。エアチキンはやばい。早く。20枚。分かったよ。これ。やばい。あろ。えぐいてぇ。チキンの思い出ってあります？チキンの思い出、思い出しかないな。あれだよ。ジョニーの何だそれ、見たろ。すいません、持ち込んでしまいました。はい、ジョニー、あの、笑ってはいけないチキンで、あれね、実はね、あの、NG シーンがいっぱいあるんですけど、はい、みんなには見せられないようなネタばっかりでした。はい。全部カットさせていただきました。全部カット、はい。あれですね、今回、前はなんかいろんな味があったけど、今回ずっと同じ味やから、ちょっときついな。うん。それでも飽きないケンタッキーは素晴らしい。なに、お前、ケンタッキーから資格？もう、21本目。マジ？ 22。これ終わり。マジ？食えよ。これあとは。いくら言われる？余裕だからね。もうだからね。ちょっとちゃんと味わって終わりにしようと思います。食レポできる。食レポできる。この口の中に広がる油。油がすごい。お腹に行きます。このさ、バケットの中見て。油が見える。うわ、ちびるからついてる油が見える。はい、23本目。そしてなんと、はい、24本目、監督でーす。やだー。私らとってもお上品なので、こちらの方を使わせていただきますわ。僕ら上品なんで。上品なんでね。じゃあとりあえず僕で先にごちそうさま行きましょう。せーの、ごちそうさまでした。いや、今回めちゃくちゃ普通に美味しかった。だ、うん、苦しく終わらなかったの。ちょ、ジョーク頑張ってるで。うわー、なんか余裕とかこいてたのに。ちゃんとごめん。そこのケンタッキーのバケツの中に入ってるのは水か油か。油うめえな。ディブ。俺も油好きだけどさ。じゃあ俺らケンタッキーとかでレベル解散しておきましょう。ブルさんは誰だったんだろうな。アミは22本目です。サボはどうなったんだ。23本終わりました。24本も終わりました。いや、お疲れ様です。タイマー、タイマー、はい、ということでね、女子軍、タイムの方発表してください。はい、それでは女子のタイムは22分45秒です。ということは1分1個ぐらい。ああ、でもそんぐらいですね。そして僕たち男子軍、僕たちのタイムは16分48秒でございます。リベンジできてよかったね。はい、やっぱり、はい、で1勝1敗なんで、次決着つけましょう。もちろんですね。なんでそんな敵対し巻いてんの。負けたくないもんね。負けたくないから。今回のやっぱまあ、僕たちが勝った理由っていうものはやっぱり脂っこいってとこだと思うんですよね。これ確かに男は脂に強い。脂に強いから男としてかっこいい部分がなりそうだよね。そんなことなんかおちょこちょこ
結局食べてる姿はね、かっこいいと思いますよ。間違いです。女の子には分かんないんですよ。ガツガツ食べてる。あ、女に分からない男のかっこよさって僕はあるかな。もう、はい、ゲストでやばいです。ほら、かわいい。ちょっとかわいい。かわいい。なんか今回ね、なんかバッテリー勝負挑まれて巻き込まれたんですけど、まあ、正直ね、女子チーム全員どうでもいいです。はい、はい、どうでもいいです。悔しさゼロやねんな。なんか多分マクドだったらちょっと悔しかったよな。ゲームセンター。ああ確かにね。正直なんかもうほんまにガテます。全然悔しい。ちょっとおい。言ってるよお前じゃ。ああ言ってるよ。最後のトリオね。ここまで貯めた貯めたお前が質問とぶがってんだ女子チームに。言ってやるよ。言ってやるよお前さ。正直アイスクリーム食べたかった。チキン取るやないかい。フォーエイトのクリスマスプレゼント企画はまだまだ続いてます。12月20日が締め切りになっております。応募方法はツイッターのフォローと、そしてリツイート、よろしくお願いします。たくさんのご応募お待ちしております。